わない方がいい。ガレットデロワの中に間違えてコインじゃなくてお父さんの書斎の鍵を入れちゃったんだよね。で、それを誕生日の子がガレットデロワを食べた時に飲み込んじゃったんだよね。つまり、お腹の中にあったはずの書斎の鍵が手元にあるということは、あとは皆さんの想像にお任せします。すごいバラの重要性をとても教えてくれますね。花瓶に水が入ってない。あ、なんだこれ、点々、点々いっぱいついてる。青い服の女、青いバージョンの人もいるの。床に血がついてる。青い花びらが落ちてる。この中に続いてる。鍵かかってるな。鍵取ってこよう。え、まだ動いてる。やーい。扉の向こうには来れないでしょう。倒れてる人がいる。男の人の手に鍵が握られてる。大丈夫？この人さ、美術館の中にいなかった？大丈夫ですか？痛い。苦しそうにしてる。やめ、え、ほげほが。ごめん、ごめんなさい。ね、あなたまた唾吐くんじゃない？マネキンがいるね。頭がない像がある。ちょっとずらせないか。じゃあ鍵はあっちの部屋の鍵だ。ちょっと待っててね。ちょっと待っててね。今部屋行ってくるからね。いやでも、ここに、レナとイブちゃん以外の人がいることを知れて、とても安心しました。鍵開いたよ。ねえ、そういうことする。布の下の何々。ね、すごくバラの花も知ってない？え、あ、ちょっと、え、ちょ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 ち
み台使って上がってきたのか。窓パリンって、そうか、扉は開けられないけど窓は乗り越えられちゃうのか。はぁ、あ、ちょっと待ってね。待って、ここ出たらいるんでしょう。待って、じゃあ心の準備できたら焼けちゃった。大丈夫？大丈夫？おかけてこない？大丈夫？大丈夫？レナは体力あるから。これ、バラさ。あ、青いバラをいける。ちょっと、一回メニュー。青くて綺麗なバラ。少ししおれかかってる。バラ行きましょう。ああ、よかった。あ、すっかり元気になった。よかった。バラ元気になったよ。あ、起きた。あら？苦しくなくなった。男の人って。あ！今度は何よ？もう何も持ってないわよ。お姉さん。あれ？あんたもしかして、美術館にいた人？そうでしょ？ああ、よかった。私の他にも人がいた。ここ休憩ポイントですね。お話ができる。やっとまともな人に会えた。そっか。じゃあ、あんたもなんでこんなことになってるのかは、わからないわけね。私の方も大体同じ感じよ。おまけにこのバラ。花びらちぎられると、自分の体に痛みが出てきてさ。さっきは死ぬかと思ったわ。取り返してくれてありがとね。で、とりあえずさ、ここから出る方法を探さない？こんな気味の悪い場所、ずっといたらおかしくなっちゃうわ。そういえば、まだ名前聞いてなかったわね。私はギャリーっていうの。あんたは？白鳥レナです。イブっていうのね。子供一人じゃ危ないからね。私も一緒についてってあげるわ。行くわよ、イブ。そうなんです。そいつ唾吐くんですよ。ちょっとお行儀が悪いんですよね。リアクションがいいね。今のはちょっと驚いただけよ。本当よ。とにかく、こういう変なのがいるから気をつけて進むわよ。やったー。ギャリーが仲間になったー。まったく、お行儀が悪いんだから。でもこのマネキン動かないよ。何これ邪魔ね。イブ、ちょっと離れててくれる？と。あ、すごい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 。ゴリ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 。よし。これで通れるようになったわ。それじゃあ行きましょう。そっか、ギャリーさん。言葉はお上品だけど、力持ちなんだね。
手動いてる。手がワキワキ動いてる。悲しき花嫁の左手。悲しき花嘁の右手。嘆きの花婿。嘆きの花嫁。なんで悲しんでるの？結婚するんでしょ？お祝い事じゃないの？セクシーな声でお願いします。いいよ。いいね。大人は頼りになる。ほんとその通り。なんかね、嘆いてらっしゃるので。セーブポイントはないですかね？あ、ありましたね。セーブしていきましょう。ギャリーもう一人じゃない。もう一人じゃない。怖くない。コーヒーとケーキの絵が飾ってある。ティータイムしたいですね。ティータイム。なんかドアいっぱいだな。え、なんか、大丈夫かな？やばそうじゃない？花、お花いいな。そのお花くれたら、ここ通してあげるよ。お花ちょうだい。あげない。ねえ、お願い。ちょっとだけ匂い嗅ぐだけだからさ。やだ。ちょっとぐらいいいじゃん。えへへ。えへへ。It's so crazy. Crazy. あー、やっぱ、ちょっとやばいな。なんか変なもの食べちゃったんですかね。はぁ、お水いただいてます。ちょっとね、ゆっくり見てこうね。どこかの景色の絵が飾ってある。白い蛇の絵が飾ってある。大きな氷の絵が飾ってある。女の人の絵が飾ってある。なにこれ、気持ち悪い。素の声で言ってしまった。なんで床に目があるのよ。なんかこの目だけ充血してない？目ギンギンになってて痛そうだね。うわ、動いてる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なに？ラビリンス、迷路ね。わかった。赤い絵の具からまっすぐ南へ。待って、マネキン一人じゃないの？マネキン一人じゃないのね。まっすぐ南。南って言うからさ、下やって。近い。迷路は好きですか？早く出たい。早く出たいよ。あ、壁にスイッチのようなものがある。押しましょう。部屋の外で音がした。迷路を抜け出すコツ。壁に片手をつきながら進んでいけば、いつかはゴールにたどり着ける。コツはいいんだけど、天井低くて参っちゃうわ。あ、そこ、ギャリーさんは背が高いんだね。あなたの声をとても愛しています。ありがとう。Thank you. ん？ちょっと待って。配信のタグにレナのお茶会とレナティータイムついてないですね。え、ほんと？ちょっと待って。一回チラッと確認していい？ちょっと待ってね。ちょっと確認するね。あれ、ほんとだ。タグ入れたんだけどな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。せっかくだから。タグ入れたい。タグってどこで入れるんだっけ？いやー、ちょっと待ってね。どうかな？治ったか？わかんない。わかんない。ちょっと待って。今日はわからないから、次回までに直します。教えてくれてありがとう。ちょっと、次回改善します。ちょっと待ってね。よしよしよし。オッケー。よし、じゃあ続きいくよ。おまけに変なのうろついてるし。挟み撃ちにならないよう気をつけなさいよ、イブ。なんかもう、めっちゃ集まってきてんだよな。やばい、ちょっと待って。出して。手遅れでした。初ゲームオーバー。やらかしてしまいました。よし。迷路。今度はね、どこがスイッチか分かってるから、
まっすぐ行こうね。まっすぐ行こうね。こっち、こっちに、こっちに誘導して、あ、行けたいです。バラに行けたいです。こうだ、こっちだ、こっちから、ここ押して、押したら、左回りで、左回りで出て、出て、よし、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、オッケー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 。何かが動いたらしいよ。お部屋の外で何かが動、ここドアあったっけ？うわー、待って、これ苦手だなー。待って、多分そこの奥の青いのを取りに行けばいいんだよね。え、どうやって行くんだろう。動かないよ。ちょっと待って、もう一回入り直そう。え、どこが動く。これ、左回り、右かな。あー、失敗した。違う、ちょっと待って。ごめんね、何回も開けるしね。こっち。あー。お、いけたんじゃない？いけたんじゃない？目薬の目が飾っ、絵が飾ってある。椅子の上に何かがある。目薬来ました、これ。よし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 。よしよしよし。意外とスムーズに行けましたね。これさ、目薬さ、さっきの、充血してるお目目にさ、小さな瓶に入ってる、目が痛い人に使おう。そう、使ってあげよう。じっと見つめ返す。見つめ返してくれる。ちょっと、イブ、何してんのよ。目薬さしてあげよう。あ、ブルーになった。かわいい。あれ？いなくなっちゃった。いなくなっちゃった、おめめ。ワインソファー。うわ、暗くなった。大きなワイングラスが斜めにカットされて、中に赤いクッションが入っている。あんまり座り心地よくなさそうね。確かに。背もたれが、ちょっと硬そうですね。パズル。いろいろな色で塗られた骸骨だ。これ、偽物よね。いや、作り物でしょ、そりゃ。憂鬱。字が難しくて読めない。あ、こんなところに言えば、憂鬱にもなるわよね。なるほどね。キャリーさんが、読んでくれるから、代わりに。人の形にも見える木のオブジェだ。よくこんなもの考えつくわよね。すごい、ここ照明が不安定です。さっきのお目目どこ行ったんだろう。君、目薬を入れた目なの？じっと壁を見つめている。壁の色が少し違う。あっ！失礼。何かが落ちている。赤色のガラス玉を手に入れた。小さくて綺麗な玉、宝石みたいに光ってる。なんだろうこれ。あとは、さっきのおめめちゃんどっか行っちゃったね。目の部分がくぼんでいる。あ、はまるんですね。動い、落ちた。額縁の裏に文字が書かれている。大きな木の後ろに。木の後ろに？木のオブジェあったよね、さっき。セーブしとこうか。木のオブジェの後ろ？え、どこ？葉っぱの中に何かが光っている。金色の指輪を見つけた。これ、結婚指輪じゃない。どうしてこんなところに。これつけてあげようよ。さっきの入り口のさ、こんばんは、レナちゃん。こんばんは。今来てくれてありがとう。今日は、IB、イブというホラーゲームを頑張っていきます。よろしくね、よろしくね。レナも怖いけど。よろしくね。そう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 。めっちゃ嘆いてるからさ。そしたら、細かな模様が入った小さな結婚指輪。これはめてあげましょうよ。結婚指輪といえば左手でしょう。お母様が言ってた。左手の薬指は大事な人ができるまで指をはめちゃダメよって言ってた。にっこり。お花投げてくれた。ブーケトスありがとう。え、ちょっと和やかになった。心
心が和んだね。幸福の花嫁、幸福の花婿、結婚おめでとう。よし、ブーケ、いろんな花が混ざってる、とても綺麗なブーケ。そういえばこの額縁の絵、お花食べたがってたよね。えへへへ、えへへへ、花、お花いいな。そのお花くれたらここ通してあげるよ。えへへ、お花ちょうだい。ブーケなんだろうなってうすうす思うんですけど、ちょっと赤いバラ渡してみていい？セーブしたから。ちょっとイブ、大丈夫なの？なんかこいつ信用できないわ。お花ちょうだい。渡してみましょう。ありがとう、綺麗だな。えへへ、それじゃいただきます。あ、一発アウトですね。はい。ちょっとどうなるのかなって気になって。はい。というわけで、赤いバラ渡すと食べられてやられちゃうので、ブーケ渡しましょう。えへへへ、ありがとう、いい匂いだな。えへへ、それじゃいただきます。あ、美味しかった。えへへ、ありがとう、ありがとう。約束だからね、ここ通すよ。このドアで奥に行けるよ。それじゃあね。えへへへへ。はぁ、あ。いやー、なんか、バラを食べられる悪夢を見た気がしますね。アンバランスな箱、預かりし心臓。あー、またなんかすごいとこ来ちゃったよ。はぁ、あ。声が可愛い、ありがとう。ボイスアクティング10点中10点。 Thank you。 顔がさ、マネキンいっぱいあるよね。こっち見てる、こっち見てる。すごいね、センサーか何かついてるのかな。すごい、最新式なんだね。あー、まあ、ちょっと待って、やだ。ちょっと待って、やだ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 。4人もいるじゃん。ちょっと待って、待って、やばい、やばい、やばい。待って、こっちにもいるの。ちょっと待って。どっちも行きたくないんだけど。ね、みんなどっち行った方がいいと思う？さ、マネキンだったらどっち行った方がいいと思う？どっち行った方がいい？やばいよね。Doing good works for our center。 どっちから行こう。なんかまだマネキンに追っかけられる方が怖くないかな。あ、大丈夫そう。なんか今動いた。いやだ、怖いよ。ちょっと待って。どこのドアから入ろう。一回ここから、あ、鍵かかってんのか。ねえ、ここにも絵ある。ねえ、多くない？ちょっと待って。Please wait.どこにも行けない。ちょっと待って。覚悟を決めるのだ。ちょっとコメント見て落ち着こう。ドイツからこんばんは。ドイツからありがとう。ドイツだと今何時ぐらいなんだろう。グーテンタク、グッテン、モゲ、グッテン、アベ、ティータイム、イエス、イエス、ティータイム。お茶を飲みます。ジャスミンティーは美味しいです。キュートレーナー、センキュー。オッケー、レッツゴー。迷った時は左側。よし、ここのマネキンは動かないから。ここも鍵かかってんの。
ちょっと待って、どこから行けるの？どこからなら行けるの？床に固定されていて動かせない。入力せよ。わかんない。番号。この部屋にある女の絵の数を答えよ。そういうあれか。ちょっと待って。数えようね。1、2、3。ここ4枚あったよね。1、2、3、4。4枚。マネキン近づきたくない。5、多分ね、額縁。あ、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、待って、嘘、嘘。待って。こっちが4枚でしょ？ 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14じゃない ?14 じゃない？吊るされた男。この絵美術館にあったやつだわ。14。待って、女の絵の数は14ね。みんな覚えといて。全体を見る。吊るされて、ハングネマン。顔を見る。あらー。ちょっと悲しい顔してるね。見て、ごめんなさい。じゃあ、お洋服は ?5629。5629。ちょっと待って、メモしとく。5629。5629。5629。5629で、ちょっと待ってね。5629の、よし、メモした。オッケー。女の絵の数14、ありがとう。ここ先入っとこうか。あ、ここも鍵かかってる。ちょっと待って。やだ、通りたくないな。セーフ。14。あ、違う。待って。10、14。開いた。吊るされてるし、反対の可能性。あ、なるほど。ちょっと先にこっちの部屋入ってみようね。何？花瓶があるね。あ！なんで？何も触ってないよ。作品にはお手を触れぬようお願いします。万が一、備品や作品に何らかの損害を与えた場合は、あなたをも、倍させます。楽しい毎日。美術館はちょっと不気味な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。おかしなものしかないんだよな。ここで遊んでいると、あっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ？だからあなたも、ここにいれば大丈夫。みんながいるから。動いてる。5629だったよね、さっきね。一回5629で言ってみようか。5629ね。5629。5629じゃない。5629じゃないから、5629って逆さまに見たとき、どうなんだ？これ書かないとわからなくない ?5629。あ、5629、ちょっと待って。待って、絵が動いてるの、やだ。やだ、本当にやだ。待って、5629の逆さまって、6295。ちょっと待って、みんなが教えてくれてるの、とりあえず入れてこう。あ、開いた！ 6295 で合ってた。ありがとう！ 6295、教えてくれたの。スカイ猫さん、ありがとうございます。ありがとう。センキュー。ダンキュー。はぁ、ちょっと落ち着くわ。誰もいないのに人の気配がする。花瓶と台が書かれてる。え？何見て書いてる？ここに座って書いてるってことは、この辺に物があるってこと？うん。あ、動くわ。あ、これでいい？これで見える？絵お上手ね。マネキン増えてるー。やっほー。さっきこんなとこにこんなものあったかしら？多分ね、こっちにあったね、ドアが開いたんじゃないかなって思うんだよね。あ、ここだわ。また絵がガシャンって言ってる。うん。鏡がある。身長差すごいね。キョリーさんそんな背高いんだ。キョリーさん、お顔、片目隠れてるけど、美目秀麗ですね。待って。はい？は？はい？いつ入ってきた？うん。は？え？君どこから入ってきた？何よこれ。いつの間に部屋に入ってきたのよ。どいて。お部屋出られなくなっちゃった。
よこれ。この待って、ギャリー、ギャリー、ちょっと待って、さすがに作品だから、さすがに作品だから、あの気持ちはわかるけど、さすがに作品だから、あの備品壊したら賠償うんたらって言ってたから、お高いかもしれないから、ちょっとやめとこ、ちょっとやめとこ。わかったわよイブ、ちょっと大人げなかったわね。さ、じゃあ行きましょう。びっくりさせるなよ。早っ。え、なんか落ちてる。鍵落ちてる。え、鍵落ちてるな。あ、ちょっと待って。危ない。え、ちょっと待って。動いてる数多くない?動いてる数多くない?あと鍵かかってて入れなかった部屋どこだっけ?ここはさっき入ったよね。ここさっき入ったから、あとここのドアだけじゃないかな。あ、灰の鍵を使った。オッケー。あ、ソファーだ。疲れたのならゆっくりお休み。もう苦しむこともなくなるから。大きな本棚がある。あら、この本棚動かせるみたいよ。え、じゃあさ、怖いから窓塞いどこ。窓開いてると、あいつら入ってくるから。ねえ、これさ、お父様とお母様じゃない？二人、見覚えのある男女が描かれている。この二人は、どうしたの、イブ？え？この絵の人、イブのパパとママなの？ええ、確かにイブに似てるかも。でも、なんでこんなところに、そんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって？それはちょっと私にもわからないわ。あ、大丈夫よ。きっとどこかにいるって。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。レナもだいぶ限界が近いです。怖いです。お父さんとお母さんの絵だ。これ座っていいのかな？あ、座れるけど、ちょっとこれあれ、休憩タイムってことですかね。うん。お父さんとお母さんの絵しかない。どうしよう。なんかさ、棚動かしたことでなんかアイテム出てきたりとかしないのかな。扉開かない。鍵開けっぱなしのはずだけど。何この音、外から。ドアの前に誰かいるわ。イブ、注意して。ちょっと待って。みんな動く。どこに行けばいいの？ちょっと待って。どこに行けばいいの？痛い。あ、痛い。ちょっと待って、痛い。え、どこ？え、塞がってんじゃん。ちょっと待って、どこ行くの？あ、待って、開いてる。そこ開いてる。あそこ開いてる。ねえ、ちょ、痛い。で来れば大丈夫でしょう。ざまあ見なさい。キャリーさん好き。さてと、それじゃあ先にってイブ、どうしたの？大丈夫？イブ、ちょっとしっかり、イブ。イブちゃん倒れちゃった。はあ、怖いね、追かけてきてるね。開かない、嘘、開かない、なんで
てきてるのに開かない。おはよう、イブ。気分はどう？キャリーさんには素直でいていいかしら？そう。かわいそうに。まあ、無理もないわね。BGM すごいよ。BGM、素敵。あんな怖い目に遭っちゃったらね。起こせばよかったかしらね。ごめん、気がつかなくて。イブ、そのコートの左側のポケット探ってごらん。何か入ってるの？キャンディーが入ってる。それあげるわ。食べてもいいわよ。じゃ、もうちょっと休んでから出発しましょう。優しい、キャリーさん優しい。上着、これギャリーの。キャリーさんコートかけててくれたの？なんて紳士的な。もうちゃんと返さなきゃね。クリーニングしてお返しします。美術館での禁止事項、大声での会話は禁止、写真の撮影は禁止、飲食の持ち込みは禁止、作品に触れることは禁止、万年筆の使用は禁止、ここから出ることは禁止。飴、キャンディー舐めるくらいなら飲食に入らないよね。手が震えてきた。無題。楽しい絵画。いろんな絵が大きく載っている。ちょっと回復しておこう。回復してからセーブしとこう。ちょっと待って、本当に。結構怖かったみたい。今、安心したら急に手の震え止まんなくなってきた。ああ。ギャリーさん、コートをお返しします。クリーニングしなくて平気ですか？そのままで平気ですか？床に置いてあったけど。あら、コート。わざわざありがとね。コート渡した。やっぱコート着てる方が似合ってるわ。なんか喉乾いたわね。花瓶の中の水って飲めるのかしら。花瓶の中のお水は、あんまり綺麗じゃないかもしれないよ。冗談よ。そこに飾ってある絵。タイトルが無題ってあるけど、無題っていうタイトルなのか、タイトルがなくて無題なのか、あんたはどう思う？なんだろう。作家さんは、でもなんかこう、意味ありげな絵だから、タイトルが無題？思いつかなかったのかな？どっちだろう？タイトルが無題かな？なるほどね。でも、どうしてそんなタイトルつけたのかしら。意味を持たせたくないからとか？芸術って難しいわね。あ、ちょっと、もう一回セーブしとこう。あら、キャンディー食べないの？レモン味嫌いだった？レモン味？レナはレモン味のキャンディー大好きです。違うの？まあ、食べたい時に食べるといいわよ。こんな小さいキャンディーでも、食べれば少し落ち着くでしょうし、ね。安心するなぁ、ギャリーさんといると。ギャリーさんと一緒にいると落ち着く。もうちょっとお話ししてていいかな？もうすぐ9時になっちゃうから、ちょっと今日は一回この辺で区切って、ギャリーさんと少しおしゃべりしたら終わりにしようかな。ね、9時からミズの配信も始まるしね。イブ、あんたって結構いいとこのお嬢さんなんじゃないの？だってその服見たところ、かなり上質な生地使ってるじゃない？え、お母さんが勝手に選んでくるって？まあそれでもいいとこのお嬢さんに変わりはないわね。そっか、イブちゃんまだちっちゃいからお母さんが服選んでくれるんだ。レナのこの服はね、自分で選んだ。仕立て屋が、白鳥家専属の仕立て屋がいまして。なんか、白いドレス、可愛いのお願いって言ったら作ってくれた。気に入ってこればっかり着てる。同じデザインの同じドレス、何枚か作ってもらって着回してます。イブ、もう歩けるの？疲れたら我慢しないで。すぐ行ってね。遠慮なくてしなくていいから。なんていい人。優しい。ん？コートがボロボロですって？違うわよ。これはわざと。そういうデザインなの。まあ、確かに長年着てるから、ボロくはなってきてるけど。
なるほど。パンクデザインみたいな、そういうことですか。どうしたの？なんでそんな喋り方なの？これ聞いていいのかな？ちょっと興味本位で聞いてみようかな。なんでと言われても、なんでだっけ？思い出せないわ。気づいたらもうこの喋り方だったのよ。でも、堅苦しいよりいいでしょ？あ、これでお話全部かな。じゃちょっと他の質問も聞いてみようか。迷惑かけてごめんなさい。そんな謝ることないって。イブのせいじゃないでしょ？仕方ないわよ。まさかこんなことになるなんて誰も予想してなかったんだから。ほら、元気出して。そんな暗くなってちゃ可愛い顔が台無しよ。何読んでるのって？ここにあった文字だらけの本よ。なんかやたらタイトルが長いやつ。ゲルテナの著書なのかしらね。結構面白くて悔しいけど読みふけっちゃったわ。イブにはちょっと難しいかもね。お、それはレナにも難しいですか？どんなこと書いてあるんだろう、気になる。イブは美術館からどうやってここに来たか覚えてる？私、なんかあんまりよく覚えてないのよね。帰ろうと思ってふと周り見たら誰もいなくてさ、玄関も開かないから焦ってたら壁だった場所に階段ができてて、降りたら赤い壁の通路に出たの。その後はわかるでしょ？なるほどね。キャリーさんも本当にレナとイブちゃんみたいに迷い込んじゃったんだ。もうあとは質問なしかな。いっぱいお話できた。よかった、安心した。セーブしとこ。レナの声優いい？ありがとう。はい、じゃあ今日は区切りがいいのでここで一旦終わりにして、明日の配信で続きまたやろうかなと思います。明日はそうだな、まあ夕方かな。今日遅れちゃった分、ちょっと早めのお時間から明日配信したいかなと考えてます。もうギャリーさん他で見てもレナちゃんのこの声で再生されると思います。ありがとう。レナの声好き？ありがとう。声優。はぁ、終わり？終わりじゃダメ？もうちょっと見たい？やりたい？みんなどう？怖くない？ここまでずっとやってて、ちょっとレナはおじけづいた。手の震えが止まらない。怖かった。そうそうそう。ミズのね、配信がもうすぐ始まるから、ぜひね、この後、ミズの配信みんな見に行こうね。レナも、後で見に行きます。楽しい配信でした。Thank you, Lena. ありがとう。Thank you, Shen. お疲れ様でした。ありがとう。What a fun stream. よかったら、ね、Lena のお茶会、もしくは、Lena Tea Time というタグで、今日の配信の感想をいただけると、とても励みになります。次回は？次回は、もうこれからは絶対ボタン押すの忘れないようにする。本当にごめん。あ、ユナ VTuber さん、明日は誕生日、お誕生日、おめでとう。いい匂いだな。いい匂いだなぁ。ありがとうございました。ありがとうございました。レナ大好き、ありがとう。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ナキシェン。ね、そうだね。また夜遅くなってもあれなんで、レナは一旦ここで終わりにして、また明日続きやろうと思います。はい。明日の配信楽しみにしてます。ありがとう。ありがとうございます。またお時間はね、ツイッターと、公式ツイッターアカウントさんの方で告知させていただくので、ぜひ、続きも見ていただけると嬉しいです。みんなありがとう。明日もよかったら見に来てね。へい。よし。じゃあ、今日はここまでということで、一区切りつけますかね。いや、本当に今日はみんな、改めてだけど、ごめんね。待っててくれて、おまけに、長いことお待たせしたのに、最後までお付き合いしてくれた方、本当にありがとうございました。明日は遅れないようにする。では、これから遅れないように肝に銘じる。ありがとう。みんなありがとう。レナ好き、ありがとう。ありがとう。See you next stream. Bye. Choose.